茨城県立筑波高等学校は、茨城県筑波市北条に所在する公立の高等学校。通称、波校、特徴的な行事として、百人一首大会が行われている。小倉百人一首に、学校近隣の筑波山を詠んだ歌、つく、バネの峰よりおつるみなのかわこいぞを積もりて、縁となりぬるがあることにちなんだもので、毎年1月に開催している。 つくば高校では、校訓の代わりに、実践目標を制定している。校訓が上から押し付けられたものと捉えられるのに対し、実践目標は、生徒が自ら進んで達成しようとする目標にしたい、という思いが込められている。その内容は、正しい判断と自主的行動である。つくば山独地域に、中等教育を行う学校を設置しようとする、運動は、 1894年の筑波郡筑波町へ尋常中学校設置の件という221人の署名を添えた県議書を茨城県議会議長宛てに提出したことに始まる。この時に決まったのは茨城県尋常中学校の文校を土浦と下妻に設置することであり、筑波町への設置はかなわなかった。その後、北条町に 高等女学校を設立しようとする動きが昭和前期に2度起きたがどちらも実現することはなかった。戦後の誘致運動は新生中学校である北条中学校の開校式に出席した茨城県知事の友末洋二が式典を北条町にも高校を作ったら良いではないかと町当局に語ったことから高校誘致運動が始まった。 1949年秋になって、検討局から茨城県立土浦第二高等学校の分校を置いてはどうかと打診があり、1950年に北条町が施設の整備、維持、経営費用を負担するという条件付きで、昼間定時制の茨城県立土浦第二高等学校北条分校として開校した。しかし、法上町単独で費用負担を行うことには、 限界があったため、翌1951年2月には二丁六村による、北条文工組合が結成され、文工が筑波高等学校に昇格するまでの10年間を支えた。現在は統合され、筑波市立修法筑波義務教育学校になっている。構成町村は、北条町、筑波町、小田村、大穂村、菅間村、大村、田水山村、佐久岡村であった。 ありがとうございます。